ビジョンディバインはイタリア出身のメロディックスピードメタル、プログレッシブメタルバンド。1998年にオラフ・トールセンのプロジェクトバンドから誕生した。オラフ・トールセン・ラビリンス在籍期1998年、パワーメタルバンド、ラビリンスのギタリストであるオラフ・トールセンがソロのプロジェクトを始める。かつてラビリンスの同僚だったファビオ・リオーネにボーカルを依頼してからソロプロジェクトは 急速に独立したバンドへと姿を変えていく。マット・スタン・チョーユ、アンドリュー・ポールズ、アンドレア・トッピー・チにが参加したラインナップで活動を開始。バンド名の由来は、オラフ・トールセンが在籍していた、ラビリンスの改名前のバンド名であった、ビジョンとオラフ・トールセンのソロアルバムのタイトルを意図する、ディヴァインの二つの言葉のコンビネーションから作られた。1999年、 ファーストアルバム、ビジョンディバインリリース。2000年、南米ツアー、アルゼンチン、チリ、ブラジル、パナマ、メキシコ2001年、サイドギタリストとして、フェデリコ・プレリカニュー。2002年、セカンドアルバム、センド・ミー・アン・エンジェルリリース。同2002年終盤、オラフ・トールセンがラビリンスを脱退、ビジョンディバインに専念することを発表。マット・スタン・チョーユーとアンドリュー・ポールズが脱退。 公認として、オレグスミルノフが加入。2003年、マッテオ・アモローゾが加入、ファビオ・リオーネだったい。新しいボーカリストとして、高いスキルと才能を持ち、ライブパフォーマンスにおいても際立った経験を持つミケーレ、ルッピが加入。2004年、サードアルバム、ストリーム・オブ・コンシャスネスリリース。新ラインナップで希望を新たにしたバンドは、 以前のマネージャーやレコード会社との契約をすべて打ち切り、新しくイタリア圏内では、スカーレットレコード、日本向けにキングレコード、その他の地域向けにメタルブレードとの契約を結ぶ。2005年、初のライブビデオ、ステージオブコンシャスネス。続いて、ストラトバリウスのティモトルキをプロデューサーに迎え、制作された、フォースアルバム、ザ・パーフェクトマシーンリリース。この際、 長年ライブ時のサポートギタリストを務めてきたフェデリコ、プレリが正式メンバーとなり、マッテオ・アモローゾが脱退。同年10月には念願であった日本公演を行う。日本公演後、バンドに大きく貢献したオレグス・ミルノフが脱退。2006年、アレッシオ・ルカッティ、リッキー・クワリアトが加入。続いて、アンドレアとリーチニが脱退、経験豊富、かつ、 最高水準のベースプレイヤーの一人であるクリスティアーノ・ベルトッキが公認として加入。バンドとして結束を深めたバンドはこの9月に北米・南米ツアーを行う。10月にリッキー・クワリアトが脱退。2007年、再びティモトルキをプロデューサーに迎え、フィフスアルバムザ・ The、25ス・アワーをリリース。なお、ドラマーとしてアレッサンドロ・ビサが加入。2008年、 2月にバンド結成10周年の記念として元メンバーをゲストに迎えライブを行う。4月にミケーレ・ルッピが脱退。5月末にファビオ・リオーネの復帰が発表される。2009年6スアルバム9 Degrees w オブ・ザ・ムーンをリリース。2012年7スアルバム Destination Set to Nowhere をリリース。クリスティアーノ・ベルトッキが脱退し、アンドレアと・トッピ リーチが復帰。2016年、ドラムがアレッサンドロビサからマイク・テラーナに交代。ありがとうございます。